ただ宿がなかったから流れてきただけの場所ですが、想像以上にいいですね。レオン、なんか作りがちょっとヨーロッパっぽいですね。しかも結構四つ星とかの高級ホテルがめちゃくちゃ安いんですよ。5000円とか。まあ結論としては来て正解。このレオンは綺麗ですね。めちゃくちゃいいですね。もうこの公園の植木が一つの見どころかってぐらい綺麗。レオンね、めちゃくちゃ綺麗。いや、日本人の駐在のに人が多いって聞いたんですけど、やっぱりアジア人ざっと見たところ私しかいないんで、めちゃくちゃ見られますね。しかもこう日本語で喋ってるとめちゃくちゃ見られますね。めちゃくちゃ見てる。スパイダーマンいる。いいとこ来たね。なんか結構おしゃれなカフェとかバーとか多いですね。パステルカラーの聖堂、これは情報として知ってましたけど、確かに見ると珍しいですね、パステルカラーっていうのは。ちょっとね、夕日に当たってますけど、わかりますかね。いや、とにかくレオンめちゃくちゃいいじゃんっていう。グアナファトは街並みがやっぱ立体的でカラフルっていう、めちゃくちゃおしゃれですけど、レオンは前情報がなかった分ちょっと驚きが大きいですね。いや、レオンの魅力をね発信しますよ私は。
さあ、じゃあいただきましょうかね。まずはお通しから。うまっ。なんか、甘みがあるな。ケチャップ入れたからかな。ちょっと辛くても美味しそう。このオイルをね、おすすめされたんですよ。ちょっと垂らしてみましょう。おお、エビ結構大きいですよ。あ、美味しいわこれ。エビが甘い、美味しい。エビか酢だこか、なんか貝みたいな、それを入れることができますね。うん、選べます。これで600円ですからね。安いよね。エビがゴロゴロ入ってるから。Thank you.